北海道の旭川では今日も30度以上、最高気温が30度以上の真夏日を記録しました。これによって18日間連続となるわけですけども、まさに100年ぶりにその記録が更新された形になります。北海道の今日のまず気温の方、14時の段階見ていきたいと思いますけども、こちらの方を見ていただきますと、太平洋側の方を除くとかなり広い範囲でピンク色のマークですから、30度以上の真夏日となっています。旭川では今日の12時20分最高気温 35.1 度、猛暑日となった形になりました。ではですね、この後いつまでこの暑さ続いていくのか見ていきたいと思います。まずは天気の様子から見ていきましょう。北海道内この先1週間なんですけども、全体的には少し雲が多くなるような1週間とどうもなりそうですね。5日木曜日には気圧の谷の通過によって雨が降るところも出てくるといった状況となります。曇ってきますから気温はなんとなく下がりてくるかなと思われがちなんですけども、実はそうでもないというところになりそうですね。では気温見ていきましょうか。気温の方を見ていただきますと、この後もですね、また気温が高い日が続くといった状況となります。連続真夏日を記録を更新しました旭川の方もですね、この先1週間ずっと30度以上の真夏日が続くといった状況となります。北海道としてはですね、まさに100年ぶりという形になりますから、ほとんどの方経験したことのない暑さが続いているという形で見ておいてください。まさに危険な暑さがまだまだ続きますから、熱中症対策の方厳重に行っていただきたいと思います。